何か悪い夢、しかしまた置いていかれたな。あいついつ寝てるんだ。知れば知るほど危険なやつだ。勝手に人の脳、正気の沙汰とソースでか戦後焼き騎兵は見、何やら苦々、電算機一つ取っても想像を絶する代物だった。学校まで歩けば昼には着くだ。今は少しでも節約し、なるほど、沖野の言う通り、今は封鎖された旧教員玄関なら誰にも会わずに侵入できるようだ。さて沖野はどこだ。よしよし。なんだこの異様な胸の高鳴りは。よく慣れてるな。たまたま見かけた野良猫だけど、僕が餌をやってたらここに住み着いちゃったんだ。だから毎日餌をあげてる。そいつも俺と同じく貴様に翻弄されたわけだな。君の面倒も見ようか。そんなものいらん。さ、行かなくちゃ。どこに行く？そうだ、慎太郎が食べ終わったら猫缶を片付けてくれないか。慎太郎？その子の名前だよ。頼んだからね。猫缶の下に何かあるぞ。あ、これは150円。あ、沖野、もしや貴様、もしや貴様、俺のために。
女性は学校の教員。他の場所に行くか。他の場所に。他の場所に行くか。あの子は焼きそばパンの君。俺のことはわからないか。あの時はひどい格好だったものな。待てよ、彼女がここの生徒ということはこの学校で売っているのか。あの時の焼きそばパンが。なあ、お前あの3人の中でどの子が好みや。強いて言うならポニーテールの子かな。へえ、俺は断然ロングの子だね。いや、ショートの子も悪くない。どっちだよ。ねえ、あの野球部員こっち見てるよ。本当だ。あんたの知り合い？そんなわけないじゃん。誰が好みとか聞こえたけど。何それ。最低。おい、あの子たちまたこっち見てるぜ。たまたまだろ。もしかして俺に気があるのかもしれない。はいはい、お気楽なやつ。あれだ。残り2つ。危ないところだった。最後の1つ。焼きそばパンください。間違いない、これだ。あの時の焼きそばパン。腹が減りすぎて力。このままではやはり背に腹はかい。表通りまで出れば捨てられた。バカ野郎。帝国軍人ともあろうものが犬猫のようにゴミを漁るなど自決者だ。とはいえこれではとても日雇いには出られん。暖かくなったと舞い上がって川で行水などしたのが運の尽きだ。風邪をひいて動けなくなり食費が尽きて早3日。キリコさんを見つけられず、こんな場所で俺は死ぬのか。大丈夫ですか。もちろんですよ。お腹が空いているんですか。あ、そうだ。これはお昼買いすぎちゃって。焼きそばパンですが。焼きそばパン。
いただけるんですか？よければどうぞ。いただきます。焼きそばパン。こんなうまい食い物がこの世にあっていいのか。もっと味わって食べたかったのに、一息に食べてしまった。そういえばお礼すら言えなかったな。焼きそばパンの君。ここなら落ち着いて食べられる。最後の一つが手に入るとは、これも日頃の行いだな。どこにいるのかと思えば、それを買いに行ってたのか。沖野。それではいただくとするか。それでいた。着替えたんだな。あからさまに残念な顔だね。スカートに履き替えようか。いらん。ひらひらした布で隠れてるけど、下半身は下着一枚だけで丸出しなんだ。あれで往来を歩くのは僕にはちょっと抵抗があるよ。嘘をつけ。貴様、好きでやってる口だ。それに卑猥な言い方をするな。郊外は補導される危険がある。午後の授業が終わったら戻ろう。それまでここでおとなしくしててくれ。焼きそばパン半分食うか。え、別にいいよ。お腹は空いてない。君の楽しみなんだろ。遠慮せず食べなよ。そうか。優しいんだな、肘山くんは。郊外は午後の授業。それまでここ。よし、食べるぞ。うまい。これだ。俺を救ったのはこの味。焼きそばパンの君に感謝だ。今度会ったらお礼を言わねば。いや待て、合ってるぞ。あれは やれやれ。まだ続けるのか。もちろんだ。あいつ本当に知らないんじゃないか。切り替えの情報は残っている。発信者が分かれば信号の制御も可能かもしれない。どこへ行く。幹線沿いのコンビニさ。昼から何も食べてないだろ。何か買ってくるよ。気分転換だ。君は何がいい？焼きそばパン。そればかりだな。他に食べたいものはないのかい？バカにするな。他の食い物も好きだ。食ったことはないけどな。
よくそれで好きだと言えるな。そこにいるのは誰だ？女学生。もう暗いぞ。それにこんな場所で何をしている？あれ？あんたどこかで。あの時俺を救った焼きそばパンの君じゃないか。待ってください。その上はちょっとその、ごめんね。焼きそばパンの君がどうして？2089年、確か夢時間を予知偽美和子遅くない？プリント持ってくって言ってたよね。美術室だっけ？元気ないな。え？そんなことないよ。辻まで出るんでしょ？美和子がレコード屋行きたいって。アイドルの新譜だっけ？来た来た。お待たせ。そういえば今夏乃ちゃんと会ったんだけど。ちょっとバス来た。あとあと待って、乗ります。暗くなってる。付き合わせちゃってごめんね。残念だったね、美和ちゃん。
レコード売り切れで3軒も回ったのに。ちょっと遅くなっちゃったね。お父さん心配性だからな。家に電話してみようかな。そこに電話ボックスあるよ。電話するの？うん。電話する？うん。お父さん？私。うん。どうだった？やっぱり心配してた。すぐ帰ってこいって。そりゃそうだ、電車の方が早いよ。近くで他校の不良を見るよね。そういや他校の不良、遠回りしよう。いおりちゃん、こら、君はどこの学校の生徒だ。夜遊びはいかんと学校で言われたろう。おっさん誰？この辺を見回っとる少年課の鬼師兵。げっ、悪ガキどもは鬼兵とよ。コンドルだね。補導された。その制服は桜子。もう夜8時だ。何をしとる？そのレコード探してて遅くなっちゃって。そうなんです。女学生が夜の街をフラフラするのは理由はどうあれ感心できんな。ごめんなさい。次は学校に連絡するぞ。さあすぐに帰りなさい。女学生が夜理由は、ごめん。次は学さ。あ、こっちにも。あの人と一緒だった人たちだよね。どうしよう、いおりちゃん。こうなったら駅の方へ突っ切ろう。おいおい、この出会いやっぱイオリの運命だぜ。イオリのドジ。今からよ、まあ、ちょっと付き合えよ。いいとこに連れてってやっからよ。輪島、
撃鬼兵。お前また悪さしとるんじゃなかろうな。まだ何もしてねえよ。一緒に行きたくなきゃおとなしく帰れ。ちくしょう。ありがとうございます。早く言え早く。駅前で待ち伏せて。こんなところに無理やり連れてきて。警察に通報しますよ。やかましい。輪島さんから話があるんよ。黙ってき。おい、やめねえか。俺は生涯ナンパなんぞ縁のねえ男、そう思ってたか。一目でおめえにゃぐらつかされたぜ、ハニー。いけますよ、和島さん。いや、こんなのは柄じゃないんだが、仕方がない。その子たちを置いて今すぐ消えろ。んだ、どこの野郎、カッコつけか。ああ聞こえなかったのか。警告はしたぞ。あなたはザキンじゃねえぞ。ボクシングかじってやがるな。少々なまってるかな。いいのをいくつかもらっちまった。ありがとう。でもなんで。たまたまだよ。嘘よ。騒ぎに気づいたな。うさみちゃんありがとう。急いで改札に逃げ込めばよかったのに。ほんとドジなんだから。ごめんね。でこいつらはどうしてこうなった。かっこいい男の人が助けてくれたんだよ。それって繁華街へ走っていたやつ。うん、その人だよ。どこの学生さんなんだろう。何はともあれ無事でよかった。あとはおまわりさんに任せて。帰ろ帰ろ。どうしよう。彼はまたどこかに行ってしまうのかな。もう二度と会えないかも。今追いかけなきゃ。私きっと後悔する。振られたっていい。ちゃんと彼に思いを伝えるのよ。二人ともごめん。やつだな。この近くだ。彼のことを
う考えるとドキッ、一目笑わ。どこ？あ、人違いでした、すみません。お、見つからない、見つからない。あの人も誰か探してるのかな。黒服に狙われるぞ。黒服？俺は追われる身だ。分かったら帰れ。いいな。あ、そっちには黒い服の。やったぞ。くそ、離せ。こんな場所で銃は出さなよ。こうなったら、無茶をする。危ない。逃がさんぞ、関ヶ原。がお前の協力者か。違う。何やってんだあんた。お前はちょうどいい。女子供も関係なしかよ。なそういうの気に入らねえんだよ。こっちだ。乗れ。あいつも組織の人間のようだが、知ってる顔か。いえ、暗くて。そうか。おい、しっかり捕まれ。落ちるぞ。家はどこだ？送っていく。今しかない。私、あなたのことが、あなたが好きです。なんだ突然。この時代の冗談か何かか。冗談なんかじゃありません。あなたには東雲先輩という人がいて、こんなこと迷惑だと思うけど、でも失恋でもいいから、この気持ちだけは伝えておきたくて。
何か勘違いしてるようだが、涼子さんは恋人じゃない。え？親が留守がちで一人だった俺を姉のように面倒を見てくれた。俺にとって彼女は家族だ。感謝してるし、幸せでいてほしい。それだけだ。そうなの？中学ではすさんでたからな。告白されたのなんて小学校以来だ。先輩、彼女じゃないんだ。君と俺はいろいろ因縁がある。俺が君を殺しに未来から来た殺人犯だったらどうする？それでも好きです。名前も知らない男なのに。それでも。君が俺を？思いもよらないな。俺は関ヶ原エイ。関ヶ原エイ。まだ断られてはないんですよね。はあ、もう家に帰れ。今後は勝手に俺を探すなよ。こちらから連絡する。最近なんだか私に気を使ってるみたい。そんなことないよ。美和子のことだから。ほら、なんか本当に私が決めた。もちろん。じゃあ伊織もそれでいいでしょ。伊織ちゃんも？ちゃんは何が食べたいの？それは食べてのお楽しみ。美和ちゃんは何が食べたいの？テイクアウトをしてるのよ。前から食べたいと思ってたのよね。
熱々で香ばしい。祭りでもないのに路上で焼き鳥。確かにみんなチラチラ見てるね。祭りでもないのに路上で焼き鳥。女子高生が無敵といえど、さすがにちょっと恥ずかしい。女子高生が無敵といえど、食べてみてよ、うさみちゃん。おうまっ。このタレ好き。さてさて、それじゃあじっくり聞かせてもらいましょうか。え、そうそう、何のこと。イオリってば白々しいぞ。水臭いよ、イオリちゃん。片思いの彼とその後どうなったか。いい加減教えてもらうわよ。名前ぐらい分かったの？まさか勢いで告白したりしたんじゃ。うん、名前まさ勢いでうん、うん、彼の名前は関ヶ原エイ君っていうの。関ヶ原？あいつなの？うさみちゃん知り合い？いや、そのあいつはやめときなよ。なんで？普通じゃないというか、堅気じゃないというか。彼が私とは別の世界に住む人だって分かってる。これが危険な恋だとしても、この気持ち止められない。イオリ、フェイスか。嘘、関ヶ原くん。一緒に来い。え、でも関ヶ原、あんたなんでイオリに近づいたの？サラギトミカ、説明してる時間がない。来てくれ、頼む。フエサカ、イオリちゃん、止まんないなら行くしかない。まだ夢は見るのか。うん、話してくれたよ、チムだよ。ええ、それはよ、チムなんかじゃない。うん、ええ、森村千尋の記憶だ。森村先生の？彼女の記憶を移植されているんだ。まさか。未来の技術ならそれが可能だ。森村先生は未来の人ってこと？そうだ、夢で見た通りだよ。じゃあ網口くんやクラベくんも？クラベ、玉尾さんを知っているのか。
の黒部十郎くん。十郎、なるほどな。でもどうして私に。おそらく、いや、推測よりも本人に聞いた方が早い。森村先生に。今から向かう先でな。この公園に。あ、待って。まだ来てないようだな。毎晩夜な、ね、そうよ、おき、確か学校と、わたか。来るまで待とう。なんだ。あの、関ヶ原くんのこと、エイくんって呼んでもいいかな。好きにしろ。やった。どうしたの？大丈夫？俺も冬坂と同じように明日橋で育った。この町の80年後だがな、見たろ、今は廃墟だ。間もなくここにも現れる。冬坂が夢で見た記憶のようにこの町もダイモスに攻撃されるんだ。あの夢が森村先生の記憶なら、先生も A 君もあの怪獣と戦うために来たんでしょ。森村はもう違う。戦えるとすれば俺たちだけだ。俺たち、この世界に手を加えることができる適合者、お前もその一人だ。だがこの世界はもう助からない。え？俺と一緒に来ないか。16年前に戻ってもう一度やり直すんだ。この町もろとも消えずに済む。16年間準備して戦えば次は勝てる。俺と一緒に16、この街16年か、次はか。残された美和ちゃんたちはどうなるの？ここにいるお父さんやお母さんは？ダイモスにやられて消滅するだろうな。その両親は本物じゃない。え？森村千尋は、セクター1の君はここへ連れてこられた。まさか。私の大切な家族よ。ここに留まれば町と運命を共にする。それしかないなら私戦う。夢の中の彼女のようにみんなを守って戦う。どう戦う気だ。おっとりしだ。十郎は何もかも忘れてるが、あいつならきっと一緒に戦ってくれる。
クラベ君。 A 君は戦わないの？俺と涼子さんにはもう時間がない。ここを去る。そう、俺はこういうやつだ。好きになる価値のない男さ。お前もこれで目が覚めたろ。エイ君、その私、先生来てないか探してくるね。冬坂さん、夢で見たあの姿。なぜ彼女を連れてきたの？あんたの秘密を暴きに来たんだ。彼女には知る権利がある。先生、説明してやれよ。先生、説明。私の見る夢が先生の記憶というのは本当なんですか？なぜそんなことを？言いたくないなら俺から言おうか。冬坂に記憶と人格を上書きして、冬坂をあんた自身に変えようとしていた。え？成り代わろうとしてたんだ。分かった、説明する。そのつもりだった。でも今はそんな気はない。なぜだ？もうイージス作戦しかないからよ。教えて先生、私はどうなるの？人格を変える段階までは進んでない。あなたはあなたのままよ。ただ私の記憶を持ってるだけ。それも重郎に邪魔されて。あなたは夢のようにしか思ってないけど。夢の中のクラベ君。426だ。奴も移植していたのか？違うわ、今の彼じゃない。あんな風に変わる前の泉君に戻したかった。記憶のおかげでわかる、彼を思う先生の気持ち。それで比べたまおにも記憶移植を。違うね、本当の目的を教えろ。先生の気持ちは本当だよ。比べたまおと網口衆に記憶移植したのは彼らとの約束だったからよ。適合者でなければならない何かがある。俺はそれを知るためにあんたをここに呼んだんだ。なぜだ？私はもう人間ではないの。私がいた世界が制圧された時に本当の私は死んでいる。じゃあ今のあんたは何だ？
ユニバーサルコントロールが作り出した幻。先生が幻？まさか。どういうことだ。セクターゼロへ転移すれば次の世界へ脱出できるんじゃないのか。リセットを超える方法なんて本当はないのよ。セクターゼロへの転移は転移じゃない。私をスキャンしてデータを取るだけ。そしてユニバーサルコントロールの一部として次の世界でそのデータが再生される。それがループの正体か。15人の人間だけが計画を完遂できる。計画？種を存続させるための2188年の計画だけど、私はもうこの5つのセクターに囚われる人形でその使命を果たせない。人間としてこの世界に生まれた自分、つまり冬坂伊織になろうとしていたわけだ。もう一度人間に戻るために。関ヶ原君もセクターゼロへ転移する気だったのね。ああ、イージス作戦も止めるつもりだった。あんたを殺してな。ここで撃つ気なの？そんなのダメだよ。イージス作戦か。ユニバーサルコントロールを隔離してあんたは存在できるのか。セクターゼロにあるデータは隔離されても機能する。そんなのダメだよ。つまりあんたは生き残れる。人間じゃないけどな。そしてはっきりした、涼子さんと俺には逃げ道なんてなかったってことが。エイ君！勇気があればそれが一番だったのにな。繰り返します。ただいま番組を中断し緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ現在も霞。
日がやってきた。これを使う時が。連れてきて。じっとしてろ。起動マーカー、騎兵を呼ぶスイッチだ。動くな。これでいいだろう。426の話通りなら問題なく動くはずだ。俺の騎兵を登録した。15番騎兵ダイモスと戦うロボットだ。俺よりお前が持つ方が役に立つ。俺はとんだ役立たずだ。そんなこと。冬坂、俺、いや、なんでもない。森村の言うことより自分を信じろ。言う通り、今の自分を信じる。ミワちゃんやお父さん、お母さんたち、みんなを守る資格が私にあるなら、私は無敵の女子高生は今時ロボットにだって乗っちゃうんだから。
私が出ればいいのに。今は厳しい。任せろ。戦うしかない。行くわよ。私が出る。よし。わかった。オーケーよ。出るわ。よし。行くよ。私が出る。大丈夫、出るわ。悪いな、今回はパスだ。悪いな、今回はパスだ。D 信号を多数確認。だんだん数が多くなってきている。奇妙だわ、データベースにある D と少し違う。どういうこと？今までと見た目は似ているけど、かなり強化されているわ。あなたたちに対抗するためシステムが D を変更したの。現在こちらの処理は 6%。 みんな注意して。どんくらい持たせりゃいいのか知らねえが、上等じゃねえか。なんとかなるわよね。力を貸して。生き残るのよ。外殻が新しい特殊合金だ。
頑丈になったって。倒れるまでぶん殴るだけだ。引くわけにはいかない。どう動く？敵を倒さないと。そこだ。さあどうする？
念通りやるんだ。
はさせん。任せとけ。ちょっと休ませてくれ。ごめんなさい、無理しすぎたみたい。
度休ませてくれ。また飛んでるやつかよ。なんで俺の騎兵は飛べねえんだよ。何言ってんだ。私だって相手を思いっきりぶん殴れる騎兵の方が良かった。第4世代は他と違い、先進装備のプラズマ兵器やインターセプターが使える。その上、22世紀初頭にはないシールドと高出力レーザー兵器を装備している。ローターはドリルフライから、シールドもアプソスの技術。つまり第4世代は大木野がダイモスの技術をフィードバックして設計したものだ。そうなのか。そんなかっこいいものじゃない。ほとんど仕組みを理解せずにコピーしただけさ。もともと騎兵はダイモスの兄弟みたいなものなんだ。なんとかなるわよね。力を貸して。どうしよう。私どうすれば大丈夫。きっと大丈夫。止まれ。当たった。敵だ。どうか。仕方ねえ。
離れた方が良さそうだな。大丈夫、きっと。喧嘩なら慣れっこなはずなのにな。どうしたもんか。うだうだ悩んでも仕方ねえ。喧嘩なら慣れっこなはずなのにな。10番機、早く敵を倒さないと。
今の状況は。14番機敵 A 消滅確認。イージス起動、周囲2キロ。今更だがよ、関ヶ原なら知ってそうだ。ターミナルっつうのから中枢に攻撃されるんだよな。じゃあ弱点みたいなもんだろ。なんでターミナルだらけなんだよ。話しただろ、中枢がこの街をコントロールするための端末なんだ。神経のように貼られたその端末から D はアクセスする。それで円盤が私たちを滅ぼすの？知らねえのか？私ら生まれた時から囚われてんだよ、この町に。勝てたのか？みんな無事？よかった。宇宙計画に関する記録で見たわ。
モビルファクは新宇宙探査用に設計されたロボットよ。内部のナノマシン炉で素材合成から成形までこなす究極の製造工場、自分たちの複製を作り出す繁殖する自動機械だ。まさに怪物だな。あいつが作り出す D も新型のようだ。気をつけて。この距離なら必ず勝つのよ。頼むわよ。敵が来たわ。どう出る？12番機移動するぞ。俺なら10番機私は何すればいい？
いたから気をつけてよ。網口の騎兵ボロボロになってんぞ。平気だって見た目ほどやられてない。たっく無理だけはすんなよ。肘山君駆動系にダメージ出力低下だ。なにそれくらいが相手するのにちょうどいい。出力を戻すために設定を変更する。次に食らえばアウトだぞ。いっちょやるか。頼むからうまく動いてくれよ。どうすりゃいい。人生ってのはままならんな。持ちこたえてみせる。どうするよ。どうしたもんか。希望はあるはずよ。私は私は何すればいい？乾くみたいで。やったろうじゃねえか。さあどうする？21番機落ち着け。俺ならやれる。ユキちゃんにいいとこ見せないと。俺たち勝ってるのか。ユキちゃんにいいとこ見せないと。人生ってのはままならんな。12番機へ転送。この俺が弱気になっているとはな。どりゃ人間様には勝てないんだよ。10番騎兵転送。10番うだうだ悩んでも仕方ねえ。くたばれ。しゃあやったぜ。よく考えて頼むわよ。当たったの？喧嘩なら慣れっこなはずなのにな。
持ちこたえたのに渋い面だな。気になるんだ、モビルファクはおそらくループ前にも現れてはいない。開拓用マシンだけじゃなく宇宙探査のロボットまで D として扱える。もしシステムが相手に合わせて参照データを拡大していくなら、可能性としては今の時点では。なんだ、はっきり言え。言っただろ、騎兵は D の兄弟みたいなものだと。いやいや、まさか。嫌な予感がする。勝てたのか。キサラギ、俺の活躍見たかよ。悪いな、悪い、今役に立てねえわ。